伊川谷ジャンクションは、兵庫県神戸市西区にある、第二神明道路から阪神高速道路7号北、神戸線への分岐で、7号北神戸線の起点である。阪神高速道路7号北神戸線側からは、伊川谷出入口という名称が用いられており、両者は、ほぼ同義である。伊川谷出入口は前日の通り実態は、ジャンクションであり、第二神明道路とのみ接続しているので、 一般道路との連絡はしていない。また、第二新名道路神戸方面からは、阪神高速道路7号北神戸線方面へは、乗り継げないハーフ JCT となっている。第二新名道路と一般道路との接続に伊川谷インターチェンジが併設されているが、こちらも赤市方面への入り口と赤市方面からの出口のみのハーフ IC である。この IC には、上下ともに、 料金所がない。西隣の田松インターチェンジとの間は無料となる。しかし、2019年からは田松までも有料となっている。また、田松伊勢から第二神明道路北線に入るには、ここから長間谷ジャンクションの間阪神高速道路を通るが、この間の阪神高速の料金はかからない。この IC の西 1km 付近、東京側地形、 統計135度を通過するところには、日本標準実施五線を示すゲートが設置されている。ありがとうございます。